こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、持つ交渉です。この字はまた、持つ交渉とも読みます。雲門光禄上、壁岩録第8則などに見える言葉で、交渉とは関係、関わりのこと、互いに干渉しないこと、2つのことが相反して反応しないことを意味します。また、主客などの相対性の 拒絶でもあります。それでは今から、持つ交渉を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。